ジェリーコップとマーキュリー宇宙船、マーキュリー13とは、1960年代にアメリカ合衆国において宇宙飛行士候補となるために訓練を行った13人の女性のことである。彼女らは、1959年4月9日に NASA がマーキュリー計画で男性宇宙飛行士を選抜した時と同様の生理学的スクリーニングテストを民間のプログラムで受け、 合格した。マーキュリー13という呼び方は、1995年にハリウッドのプロデューサーであるジェームズ・クロスが選抜された男性宇宙飛行士に与えられたマーキュリー7という故障になぞらえて作ったものである。マーキュリー13の女性たちは NASA の宇宙飛行士プログラムには参加しておらず、NASA のミッションで宇宙を飛行したこともなく、13人全員で集まって、 何かをしたこともなかった。1960年代、マーキュリー13の女性たちは、宇宙飛行士プログラムに女性を加える、よう、ホワイトハウスやアメリカ合衆国議会に働きかけていた。1962年、彼女たちは議会で証言を行った。クレア・ブース・ルースは、ライフ氏の記事で彼女たちを紹介し、女性を宇宙飛行士に加えなかった NASA を批判した。 13人のうちの一人である、ウォリー・ファンクは、2021年7月20日に行われた、ブルーオリジンのニュー・シェパードの16回目かつ初の友人飛行に登場して弾道飛行を行った。マーキュリー13の中で宇宙に行くことができた唯一の女性であり、また、当時82歳で、史上最高例の宇宙飛行士の記録を更新した。 NASA の有人宇宙飛行の計画当初は最も最適な候補者は飛行機操縦士や潜水艦乗組員、南極や北極への探検経験者であると考えていた。またパラシュートや登山、深海潜水などのエクストリームスポーツの経験者も適していると考えていた。NASA はこの機会に多くの人が応募してくること、そのため候補者の選考試験に費用がかかることを 予測していた。ドワイト・アイゼンハワー大統領は、アメリカ軍のテストパイロットなら、すでに厳しい試験に合格し、訓練を受けているため最適だと考えた。これにより、先行試験の内容が大きく変わり、誰が宇宙へ行くことになるのかという歴史が大きく変わった。元航空医官で後に、NASA の生命科学特別諮問委員会の委員長を務めたウィリアム・ランドルフ・ラブレスは、 NASA の男性宇宙飛行士のための先行試験の開発に携わっていたが、女性が同じ試験を受けたらどうなるのか知りたいと思った。1960年、ラブレスとドン・フリカンジャー空軍巡将は優秀な操縦士として知られていたジェリーコップを招待し、男性と同じ厳しい試験を受けさせた。ラブレスがこのプログラムの開始に興味を持ったのは、彼が ナサの公式プログラムのための身体検査を行っていた医師だったからである。ラブレスは非公式プログラムに資金を提供し25人の女性を招待して身体検査を受けてもらった。ラブレスは女性の体が宇宙でどのように反応するかに興味があった。このプログラムは非公式ものであり世間から目立たないように行われていた。マーキュリー十三は 主要な出版物では報道されなかったが、全く知られていないというわけではなかった。世界的に有名な女性飛行機操縦士である、ジャクリーン・コクランが、実業家の夫と共にこのプログラムに出資し、ラブレスとコップはさらに19人の女性を試験に参加させた。マーキュリー7と同じ試験に合格したのは13人だった。脳や心臓に異常があるために失格となった人もいた。 この結果は1960年8月18日にストックホルムで開催された第2回潜水艦宇宙医学国際シンポジウムで発表された。研究プログラムのための試験を受けるという挑戦を受け入れた女性たちのことをジェリーコップはファーストレディアストロノートとレイニーズと呼んだ。参加者の一人のウォリー・ファンクが書いた記事によれば試験の機密性から 数年間の準備期間中に候補者全員が顔を合わせたことはなかった。1994年に初めてマーキュリー13のうち10人がお互いに紹介された。人が宇宙で遭遇する状況がすべて把握されているわけではないため、どのような検査が必要かを推測しなければならなかった。X 線検査や一般的な身体検査のような典型的なものから、 非典型的なものまで様々な検査が行われた。例えば、遺産の量を調べるためにゴムチューブを飲み込んだ。電気ショックを与えて前腕の尺骨神経の反射を調べた。めまいを起こさせるために氷水を耳に入れて内耳を凍らせ回復の速さを測った。負荷をかけたフィットネスバイクをコインで疲労させ呼吸の状態を調べた。この他にも、 新集的で不快な試験が数多く行われた。ダブレス財団は NASA の宇宙飛行士選抜のために行ったものと同じフェーズ I の身体検査を候補者に対して実施し、最終的に以下の13人の女性が合格した。最年長の41歳の j n ンハートは8人の子供の母親でもあった。最年少は23歳のウォリー・ファンクだった。 マリオン・ディートリックとジャネット・ディートリックは双子の姉妹である。数人の合格者が追加の試験を受けた。ジェリー・コップ、レア・ハーレ、ウォリー・ファンクの3人は、オクラホマ州オクラホマシティに行き、隔離タンクテストと心理評価からなるフェーズ2試験を受けた。しかし、家族や仕事の都合で、すべての合格者が追加の試験を受けることはできなかった。 コップがフェーズ3の試験に合格すると一行はそれに続くためにフロリダ州ペンサコーラの海軍航空医学学校に集まる準備をした彼女たちのうち二人は仕事を辞めて参加していたしかし彼女たちのもとにペンサコーラでの実験を中止するという電報が突然届いたアメリカ海軍は NASA からの正式な要請がない限り 非公式なプロジェクトに施設を使うことを認めなかった。ファンクはフェーズ3試験も完了したと報じられたが、この主張は誤解を招くものである。NASA が試験を中止した後、彼女は試験を受け続ける方法を見つけた。彼女はフェーズ3試験のほとんどを完了したが、それは特定のプログラムの一部ではなく、個人的な行動によるものだった。コップはべての訓練に合格し、 男女の宇宙飛行士候補者の中で上位2%の成績を収めた。試験での女性の活躍にもかかわらず、NASA は何年にもわたって女性を宇宙飛行士候補とすることを避けてきた。ソビエト連邦が1961年にユーリガ・ガーリンが世界初の宇宙飛行士となった後、1963年に初の女性宇宙飛行士はレンチナ・テレシコワを 送り出したにもかかわらずである。ペンサコーラでの試験が中止になった時、コップはすぐに、ワシントン DC に飛び試験の再開を求めた。コップとジェニーハートは、ジョン F ・ケネディ大統領に手紙を書き、リンドン・ジョンソン副大統領を訪問した。そして、1962年7月17日と18日、ニューヨーク州選出のビクター・アンフーソ議員が、会員科学、 宇宙飛行委員会の特別小委員会で校長会を開いた。この校長会では、1964年公民権法が成立して、性差別が違法となる2年前に、性差別の可能性が調査されたのが大きな特徴である。コップとハートは、ラブレスの民間プロジェクトの利点について証言したが、ジャクリーン・コクランは、女性宇宙飛行士を養成するための特別な プログラムを設定することは宇宙計画に悪影響を与えるのではないかという懸念を語り彼女らの証言を大きく損なった。コクランは夫と共にプロジェクトに資金を提供していたことからマーキュリー13の活動に対して大きな発言力を持っていた。1960年にプログラムに参加することになった。コクランはプログラムをどのように変更すべきかについて 多くの提案を書いた。その一つが年齢制限でこれを変更すれば彼女はマーキュリー13のメンバーとして活躍することができた。また、コクランは当初はこのプログラムを支持していたが後に反対するようになった。コクランは海軍と NASA に当ててこのプログラムが NASA の目標に沿って適切に運営されているかどうかを懸念する内容の手紙を送っており、これが 最終的にプログラムの中止の大きな決め手になったと考えられる。コクランがマーキュリー13のプログラムに反対するようになったのは自分がアメリカで最も著名な女性飛行士でなくなることを懸念したためというのが一般的な見方である。コクランは校長会で宇宙開発は時間が勝負であり計画通りに進めることが宇宙開発競争で ソ連に勝つための唯一の方法であるとして、女性を宇宙開発に参加させることに反対を唱えた。コクランの証言は、マーキュリー13の宇宙開発への参加に大きな影響を与えた。NASA 長官のジョージローや、宇宙飛行士のジョン・グレン、スコット・カーペンターは、NASA の先行基準では、女性は宇宙飛行士候補としての資格を得られないと証言した。 グレンも女性がこの分野にいないのは我々の社会秩序の事実であると考えていた。彼らは NASA がべての宇宙飛行士に対しジェット機テストパイロットプログラムの卒業と工学の学位を要求していることを伝えていたが一方でジョン・グレンが必要な学位を取得せずにのマーキュリー計画に配属されたことを認めていた。1962年当時 アメリカ空軍の訓練学校では女性の入学が禁止されており、アメリカ人女性が軍用ジェット機のテストパイロットになることはできなかった。マーキュリー13の中には民間のテストパイロットとして雇用されていたものもおり、プロペラ機での飛行時間が男性宇宙飛行士候補者よりもかなり長いものが多かったにもかかわらず、NASA はプロペラ機での飛行時間を ジェット機での飛行時間と同等のものとすることを検討しなかった。ヤンディ・トリヒは8000時間、ウォリー・ファンクは3000時間、アイリーン・レバートンは9000時間以上、ジェリー・コブは1万時間以上の飛行時間を記録していた。省委員会のメンバーの中には、このような経験の差を理由に、女性たちの主張に共感する人もいたが、結果的には何も起こらなかった。 副大統領リンドン・ジョンソンの秘書のリズカ・カペンターは、NASA 長官ジェームズ・イー・ウェップに、これらの要件を疑問視する手紙を寄贈したが、ジョンソンはその手紙を送らず、代わりに、今すぐにやめさせろ。と書いた手紙を送った。1958年に NASA が設立されて、以来、宇宙飛行士の資格については議論の的となっていた。 NASA は宇宙飛行士に対し飛行機操縦士としての経歴を要求していた。特にテストパイロットは新しい設計の飛行機を操縦するために訓練を受け学ぶことができるという点で論理的な選択であった。ジェット機のテストパイロットは軍人が着任するものであり当時女性はなることが認められていなかった。しかし NASA は宇宙飛行士になるために 大学卒業を要求していたが、マーキュリーセブンに選ばれたジョン・グレンは学位を持っていなかった。グレンが学位の所持という資格を免除されていたことで、女性の宇宙飛行士を認める環境が整っていた。この背景にある大きな問題は、社会秩序の構築であった。女性が評価されるためには、変化が必要だったが、すでに性別に支えられた立場で利益を得ている。人々は、 秘密裏に激しく抵抗した。女性が宇宙飛行士にふさわしいメリットや強さ、知性を持っているという証拠があるにもかかわらず、それを支持する者はほとんどいなかった。宇宙開発競争の中で NASA が懸念していたのは酸素消費量取り陸時の空気抵抗のための重量だった。マーキュリー13の女性たちは男性と同じ試験に合格したことにより肉体的、 心理的に宇宙飛行に耐えうるという証明がすでになされていた女性にも男性と同じように宇宙飛行士としての役割を果たす権利があることを NASA に納得させるために社会秩序を後押ししていた。1972年、1964年、公民権法の改正によって女性が宇宙に進出するための法的支援がようやく認められた。 1978年には、Z 戦闘機のパイロットになるための条件から、性別が外された。この年、NASA は女性に対する最初の宇宙飛行士養成コースを設けた。彼女たちは、ミッションスペシャリストという新しいカテゴリーの宇宙飛行士として認められた。1963年6月16日に、ソ連のワレンチナ・テレシコワが女性初の宇宙飛行士となったことで、 ラブレスが私費で行っていた女性宇宙飛行士のプロジェクトはメディアから再び注目を浴びることになった。これを受けてクレアブースルースはライフ氏に NASA とアメリカの意思決定者を批判する記事を掲載した。ルースはラブレスの試験の最終候補者13人全員の名前を初めて公表しその写真を掲載した。1963年6月17日 ニューヨークタイムズ紙はソ連の打ち上げ後のジェリー・コップのコメントを掲載した。コップはいずれ女性を宇宙に送り出すのだから先にやってしまわなかったのは残念だとコメントした。マーキュリー13については数え切れないほどの新聞記事や映画、書籍が作られてきたがどのメディアネットワークでも一面や冒頭のニュースとして取り上げられることはなかった。 宇宙飛行士の訓練に女性を参加させることに反対する人たちはアメリカが宇宙開発競争で成功するために女性が忍耐の美徳と焦燥の悪徳のどちらを持っているかを見極める環境を作っていた。メディアは女性は虚弱で感情的であるため男性のような厳しさに耐えられないことを暗示して女性を宇宙飛行士には不適格であるように描いていた。 ダラスタイムスヘラルドの科学ライターは副大統領のリンドン・ジョンソンに対しパンツを履いてビリヤードをすることは認めるが宇宙には出さないでくれと懇願した。1995年の STS-63 の打ち上げに招待されたマーキュリー13の打ち当時存命していた7人。左からジーンノラジェッセン、ウォリー・ファンク、ジェリー・コップ、ジェリ・ー・トゥルヒル、サラ,ラ・ラトリー。 マートル・ケーグル、バーニス・ステッドマン。コップとコクランはそれぞれ、その後何年にもわたって、女性宇宙飛行士試験プロジェクトの再開を訴えて、来た。1978年にようやく、スペースシャトルの運用プログラムの宇宙飛行士を選抜する第8宇宙飛行士グループにおいて、女性宇宙飛行士候補者が選出された。 サリーライドは1八十三年の、ST、s t s 七でアメリカ人女性初の宇宙飛行士となり、アイリーン・コリンズは1九9五年の、ST、s t s 六十三で女性初のスペースシャトル操縦手となった。コリンズは1九9九年の、ST、s t s 九十三で女性初のスペースシャトルの船長となり、二千五年にはスペースシャトル飛行再開ミッションである、 STS-114 でも船長を務めた。STS-63 の打ち上げには、マーキュリー13の打ち当時存命だった7人を、コリンズが招待した。BBC ニュースは、もし女性の宇宙飛行士を規制する規則がなければ、宇宙に行った最初の女性は、アメリカ人になっていたかもしれないと報じた。コリンズは、宇宙飛行士になることについて、私が幼い頃に、 初めて宇宙飛行士についての本を読み始めたとき、女性の宇宙飛行士はいませんでしたと語っている。コリンズは子供の頃、マーキュリー計画の宇宙飛行士に感銘を受けた。彼女が高校生や大学生になる頃には、航空分野で活躍したい女性に多くの機会が与えられるようになっていた。コリンズは空軍に志願し、最初の1ヶ月間の訓練中に、彼女が所属する基地を 最新の宇宙飛行士クラスが訪問した。そのクラスには女性が初めて含まれていた。その時からコリンズは宇宙計画に参加したいと考えるようになった。世界初の女性宇宙飛行士であるソ連のワレンチナ、テレシコワはパイロットや科学者としての資格を持たなかったため、マーキュリー13よりも資格が低いと言われている。テレシコワはジェリーコップと対面した時、 コップが自分の目標となっていたことを伝え、あなたが最初になるだろうと思っていました。何があったのですかと尋ねた。ありがとうございます。